サー・ポール・メシュエン・サー・ポール・メシュエン1757年4月11日は、イギリスの外交官、政治家、保育党に属し、1708年から1747年まで、庶民議員を務めた。外交官、ジョン・メシュエンの息子として1672年に生まれ、1681年から1684年まで、パリのイエズス会学校で教育を受けた後、 1685年にインナーテンプル入りを果たした。1692年にポルトガル駐在イングランド講師を務める父の秘書になり、父が一時帰国した時はその代役を務めた。1697年に父がアイルランド大法官に任命されると正式にポルトガル駐在イングランド講師になり、1702年まで務めたが、1701年にポルトガルが フランス王国と同盟を締結するときはそれを防ぐことに失敗した。1702年に父がポルトガル駐在イングランド大使になり、ポルトガルを寝返らせ1703年にはメッシュエン条約の締結に成功した。1705年7月にカール大公に同伴してジブラルタルへ遠征した後、同年にサボヤ駐在イングランド公使に任命された。1706年に 父が死去すると、再び、ポルトガル駐在大使に転じ、1708年2月まで、勤めた。1708年イギリス総選挙では、ディヴイジズ選挙区で、庶民院議員に当選したが、当選時点ではまだ帰国していなかった。1709年から1710年にかけて、下級海軍教を務めた後、1710年、イギリス総選挙では最初は再選したとされたが、後に、 庶民院から落選との裁定が下された。1713年イギリス総選挙では、ブラックリー選挙区で当選したが、1714年4月20日に、選挙申し立てにより当選が取り消された。1714年に、大倉卿に任命され、同1714年10月29日には、数密顧問官に任命された。1715年イギリス総選挙では、 ブラックリー選挙区で再び当選以降1747年まで同選挙区の議員を務めた。1715年、スペイン駐在大使に任命されたが、病気により帰国を余儀なくされた。1716年に南部担当国務大臣に任命されたが、翌年にロバート・ウォルポールと共に辞任した。1720年にウォルポールが復帰するとメシュエンも、 王室監査官に任命され、1725年に王室会計長官に転じ、1730年まで勤めた。1725年5月27日、バス勲ン賞を授与された。1730年に国務大臣の再任を求めて失敗すると王室会計長官を辞任、以降公職に就くことはなくなった。 その後の議会活動では1732年にサーロバート・サットンを弁護1733年にウォルポールの消費税法案に反対1739年のパルド協定に反対1741年12月には選挙委員会の議長選挙でジョージリーを支持してウォルポールのオス候補を落選させた講演者の初代ブリッジウォーター公爵の死により 1747年、イギリス総選挙で立候補せず、議席を失った。1757年4月11日に、未婚のまま死去、ウェストミンスター寺院に埋葬された。遺産は、約25万ポンドとされ、おじの孫で同盟のポール・メシュエンが継承した。米国マサチューセッツ州マスアンは、ポール・メシュエンにちなんで名付けられた。メアリー・ウォートリー・モンタギューによると、 ゾフィア・シャルロッテ・フォン・キールマンゼックの愛人だったという、ありがとうございます。